大切なものほど指先からこぼれ落ちていく。もう何も失いたくなんかないのに、大事な子一人守れなくて何がヒーローだよ。さすが俺の可愛い助手だね。こんなに好きにさせられて俺君に負けっぱなしじゃん。けどどっちが幸せにするかの勝負はまだこれからだよ。執筆も一段落したし、ここからは俺の番。二人でいいことしようか。このまま小説を犯罪に利用されるわけにはいかない。俺はそんなことのために書いてきたんじゃない。俺は人を笑顔にするために小説を書いてるんだ。もうあの暗闇の中には二度と戻らない。だけど俺の書いたものが多くの運命を狂わせたのなら。大事な子一人守れなくて何がヒーローだよ。指先からこぼれ落ちそうになっても必ず掴み上げる。俺は君とどうしようもなく生きていたい。俺はヒーローでありたい。君を笑顔にする、ただ一人の。だから何があっても守るよ、君を。俺は生きる、愛する君と、この世界で。